ございます。松本さん、びっくりした。学校まだ先だよ。あえてです。アップルウォッチと一緒に朝のワークアウトへ。ジョイナス、早く。ちょっと、ウォーキングは基礎代謝を上げるんだ。ワークアウト中のようですね。よし、ワオ、ダブルダブル、ワオ、レッツゴー。アップルウォッチ買うなら au セットでお得キャンペーン実施中。ていうかバッグは。1年ぶりの復活ですよ。はい、ついに。お久しぶりです。お久しぶりです。どこ行っちゃったのかと思ってました。それ僕も同じ気持ちですあれ、はい、でもまたなんとか、うん、心配してました。そうですね、うん、河川敷づいてますね最近。そうですね、河川敷づいてますね。河川敷といえば小松杉、小松杉といえば河川敷という。あ、そこまで。あ、もうそこまでイコールなんですね。英語といえばみたいなとこは。うん、あったけど、河川敷は初めて聞きましたね。はい。でもまあ、本当に僕も次いつ呼ばれるんだろうという中でドキドキしていたんですけども。まあ今日ね、撮影を終えて、スタッフの皆さんの顔を見ると、まあ次も呼ばれそうだなと。呼ばれそうだな。はい。あ、手応えが。手応えあった。は結構、はい、手応えあります。はい。毎回やっぱり。うん、あ、寂しかったですけど。はい、だんだん制服がちょっとちっちゃく、ちょっとパツパツになってきているという。ちょっとね、ガタイが。ガタイも。ちょっと体型も変わってきまして。はい、はい。じゃあ新しく新調しないといけないですね。そうですね。でもこの3人が揃うのって本当に久々じゃないですか。確かに松本さんと小松杉、ね、何以来ですかね、うん、もうほんと2年ぐらいぐらい空いてるんじゃないかという、うんうん、確かにね、もうずっと一緒にやってますからね。はい、仲良しです。仲良しです。はい、原点です。はい、いかがでしたか。大丈夫でした。もう最近神木くんと会うのはもうこの高杉、小松杉での姿でしかなかったじゃないですか。はい。だからもちろん嬉しかったですけど、ちょっとなんかこう不思議な感覚というか。あ、不思議な感覚。うん。久々にね、ちゃんとお芝居したなというか。まあ確かにそうですね。うん、どうでしたか、ちゃんとお芝居されてみて。この CM でちゃんとお芝居してないみたいな感じになっちゃうとあれですけど、まあ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 、まあ、またでも全然違うね、ま、違う2人の関係性の芝居全く違いますから。どうでしたか、なんか。いや、もうそれは照れくささみたいなとかあったりしたんですか。いや、ちょっともちろん照れくささはやっぱりありましたね。うん、でもやっぱりこうね、すごく長い期間座長としてこう駆け抜けてきた現場にちょっとでもお邪魔させていただいて、やっぱ神木隆之介の頼もしさというか、やっぱ素晴らしいなと思いましたね、本当に。僕ですか、嬉しかったですね、やっぱり、うん、なんかまあ声をかけて大使なら来てくれるだろうって信じていたので、めちゃくちゃ嬉しかったですね。なんだろうね、自慢のグッズ。ああ、ありますね。お、いっぱいあるし。僕はバケタンです。バケタン？バケタン。初めて聞いた。お化け探知機。え？バケタンです。こういうやつですか？違う？お化け探知機。なんかカチッって押すと、うん、何色かに光るんですよ。緑とか青とか赤とか黄色みたいな。大丈夫ですか？言っていいやつですか？それは。言っていいグッズです。3000円で売ってました。Amazon で。何それ。カチッと押して、ピッピッピッってランダムに光が光って、ここにお化けがいますよみたいな。緑だったらなんか大丈夫みたいな。普通みたいな。赤だったらちょっとピーみたいな、いるよみたいな。
え、どうでした？お家でやりました？やりました、やりました。どうでした？あ、大丈夫でしたよ。全部緑？うん、大丈夫でした。赤見てみたいですけどね、どんな風になってるか。え、怖い。でもそれで赤になったら。それこそだって前回あれじゃないですか、はい、心霊系の動画見るって言ってたじゃないですか。はい。あの後買いましたか、僕。ああ。あの流れで。流れで。流れで買いました。あ、でも良かったです、緑で。また面白いもの買ってますね。お化け探知機。すいません。すいません。すいません、ね。何も私。なんかありました。いや、その化け探に勝るものがないですけど。最近手に入れたグッズですかね。グッズ。最近手に入れた。なんか、なんかあります、ね。いや、僕。名声。名声。トム。トミー、チー、チー、すぐチー、すぐそこに置いてきた、探せ、権力、あれですよ、さっきもちらっと話してましたけど、はいはいはい、イヤホン、うん、あエアポッツ、うん、新しいのですか、はい、僕初めて、新しいものをゲットしまして、使ってみましたか、まだ届いてないんですけど。ああ、注文をしたんですね。注文をしました。いいじゃないですか。なので、すごく楽しみですね、届くのが。めちゃくちゃいいじゃないですか。はい。それはね、自社のものですからね。そうですね。こっちの CM でもお世話になってますから。はい。はい、やっぱり互換性がすごくあるみたいな。はい。完璧なイヤホンと思うんですけど。さあ、そうしたんですか。いやー、もうなんか、日用品みたいなのしか買ってない。うん、ティッシュ。ちょっと季節の変わり目で肌とかも荒れちゃったりするから、うん、パック。お、パック買ったり。どこのお気に入りのパックがあるんですか？まあ、シカのパックとか。ああ、緑のやつですね、はい、毎日できるよみたいなのを。普通のパックだったら毎日するとちょっとあれですけど。あれですか、化粧水乳液とか、うん、全部5つぐらいのもう1枚で5つぐらいの役割があるようみたいなやつですか？のだと毎日しちゃうと多分ちょっと肌が あれはちょっと毎日使えるよみたいなやつを習慣にして。大事ですね。じゃあこれを見てくれてる松本ファン、はい、うん、ぜひ松本さんにその鹿のパックを100袋ぐらい事務所に送ってあげてください。本当に肌が綺麗、いつも肌が綺麗、うん、ありがとうございます。10袋ぐらい大丈夫、大丈夫です。ないです。あ、僕はないです。生きた、はい、ないです。お腹が空いたら食べる、まあ、寝たかったら寝る。結構ね、やりたいことが思いつく時間が結構、僕らの仕事はね、不規則なのでね。休みの日とか、夜はこれするとかないの？ゲーム。ああ、じゃあこれ習慣じゃないですか、うん、でもほら、特定の時間でですからね、まあ、大きくくくって。いや、大きくくくりすぎですよ。いいじゃないですか。あれでしょ、ないんでしょ。お風呂、お風呂に長く浸かる。なるほど、ね、朝ですか、それは。夜、あ、夜帰って、ちゃんと浸かって、もうそれ疲れを、習慣、ルーティーンみたいな。長風呂、長風呂という半身浴みたいな。そうです、持ってる習慣はありますかって言って、んお風呂って。いや、お風呂、いや、そのお風呂でちょっと長く使って長く浸からない人もいるじゃないですか。なるほどね、うん、浸かるって大丈夫ですか？大丈夫ですか？いや、ほら、だって例えば朝水を飲むとか、例えばちょっとこうカーテンを開けるのが日課です。ダメですか？いいじゃないですか。なんか悪いみたい。僕はそうですね、特定の時間って感じじゃないんですけど、朝の習慣としてはこう、まあ、ベッドメイキングというか、起きてこう布団をきれいにするみたいなのは一応毎朝頑張ってやるようにはしてます。やっぱ帰ってきてぐちゃぐちゃだとちょっとテンション下がるじゃないですか。小間杉くんっぽい、そう、ちょっと小間杉っぽいエピソードなんですけど、めちゃくちゃいいじゃないですか、ここに来て。それ本当に心強い回答が、はい、それだけはやるようにしてます、ね、まあ、習慣ですね、習慣、一応、そういうことだ、はい。いや、こっち二人の答えが全く心もとない答えだった。助かりました。助かりました。ありがとうございます。はい、僕、中学
6歳の時は、まあ、自宅から歩いて学校まで行ってたんですけども、まあ、近所の、まあ、小学生、まあ、幼稚園とかからもう一緒に上がってきた親友みたいなやつと、うんうんうん、まあ、大体朝の帰りも一緒に帰ってたんですけども、まあ、中学時代からこのお仕事してまして、まあ、ちょっとこうしばらく何日かお休み、うん、学校行けない期間もあったりするじゃないですか。そうですね、はい。で、そうするとやっぱ学校のね、状況って中学生ですからもう様変わりしてるわけですよ。うん、そうですね。なんか置き去りにちょっとされてしまったような状況だったりありますもんね。はい。で、まあ僕バスケ部だったんですけども、うん、まあその親友もバスケ部で、うん、一緒に部活が終わった後に、じゃあいつものように、まあジャージのまま帰ろうぜ、なんつって、まあ、正門のところでね、うん、待ってたんですけども、その親友が、ちょっとなんかこう気まずそうな顔をするわけですよ。ほう。あ、いや、悪い。うん、ちょっとなんかこうはっきり言わないんですよ。うん、なんでしょうね。そしたら後ろから、まあ、バレー部の女の子だったかな、あれは歩いてきまして、うん、ごめん、ちょっと彼女できた。おお。で、まあ自転車を押しながら、うん、2人で、まあ、いつも帰る方向とは逆の方向に二人が帰ってきて、まあ、ちょっと彼女を送ってくわみたいな感じ、うん、秋の夕方を忘れないですね。なるほど、はい、いい思い出じゃないですか。そうですね、まあ、それも込みでなんかこうちょっと青春だなというか、うん、青春だな、切なさもありみたいな、うん、僕は、まあ、高校の時は、まあ、駅から、まあ、学校の近くの駅からバスに乗り遅れるか、もう間に合うギリギリのバスに毎回乗ってましたね。乗り遅れたらもう諦めるしかないみたいな。でもギリギリまで、あー、ちょっと待ってみたいな。っていうことは友達と結構走って、バス乗れるか乗れないかみたいなことはやってましたけどね。ギリギリまで寝て。ギリギリまで寝て。でもう決まった時間の電車と決まった時間のバスなんで。やっぱそこはなんかこう思い出ですね。なんか染みついた時間の感覚みたいな。っていうのはありましたね。そのさ。大丈夫ですか、目。大丈夫です。ドライアイで。あ、ドライアイで。はい、そうですね、私は好きな男の子がいて、はいはい、で一緒に帰ってて、でまだこう喋りたいから、うん、もうすごい冬で寒いんですけど、公園で喋ろうって言って、いいじゃないですか。何それ、なんてことない話。なんかテストで次どっちがなんか勝った方がなんちゃらとか、おあるじゃないですか、合計点数ありますね。でお菓子とか食べながら寒い中で喋ったりしたなとか、めちゃくちゃいいじゃないですか。甘酸っぱいなそういうのが一番いい。めちゃくちゃいい思いですね。一番楽しい、うん、楽しかったな、うん、その時。そうです、まだ付き合うとかじゃないっていうのがまたいい、うん、ね、本当我々もいつまでやれるんでしょうか。あ、これ、あ、神木さんも30になってね。30になり、当時のういういしさもなく、こちらは制服がパツパツになり。今日も朝からね、高校生のテンションを取り戻すのにだいぶ時間かかりましたね、今日ね。そんなことないですよ、見てたら。本当ですか。本当です。大丈夫です。ねえ、よかったよかった。